17歳で家康を出産したお台の増紙の木屋敷は愛知県刈谷市銀座6丁目にある史跡。市の木屋敷跡として1997年3月13日に刈谷市指定文化財に指定された。刈谷城本丸から真東に500メートルほど河原川を越えたあたりは周辺より5メートルほど高くなっている。現在は カニヤ立木上小学校と小学時に挟まれた、この高台にはかつてシーの木が生い茂っていたことから、シーの木やぶとも呼ばれ、この付近一帯の土地をシーの木屋敷と呼ぶ。水野忠政の娘、お田の方は天文10年に松平広忠に嫁ぎ、天文11年に竹千代を出産した。しかし、天文14年に実家の水野家が今川家から小田家に倉返したため、 コーナーを恐れた松平広忠から離縁された。この際、岡崎城から刈谷の水の家に戻ってこの屋敷に住んだとされる。江戸時代には金足地扱いされ、屋敷の出入り口に鍵がかけられ、人足により手入れされた。庶民は立ち入ることができなかった。かつて文字通りの屋敷建築物も,も存在し、敷地の中央部には数基の五輪塔があったとされる。 お題は、天文十七年に、阿久井の久松都市勝と再婚し、C の木屋敷を離れて、坂部城に移った。大政奉還後の1871年には、井野市がこの土地の所有者となり、敷地の大部分を庭園とした上で新たに用、を設けた。やがてこの土地は宅地化されたが、刈谷氏は1980年の市政30周年、記念事業として土地の一部を取得し、 1997年3月13日に、仮屋指定文化財に指定した後、1999年には、市民に開放する史跡として整備した。お題の座像やあずま屋のある庭園であり、政略結婚の末に捨てられた恨みからか、あるいはもう置いていった我が子、家康をもってかお題の目線は、岡崎の方角に向けられている。ありがとうございます。